オクロフカ市の紋章、オクロフカは、ロシアのノブゴロド州中部にある都市、オクロフスキー地区の行政中心地でもある。バルダイ丘陵,陵に位置し、ムスタ川の支流ペレトナ川沿いに立つ。州とノブゴロドからの距離は東へ約140キロメートル。人口は2002年全ロシア国勢調査で14,470人。1495年のノブゴロド広告の記録に、 オクロフカの名が所出し、一般にはこの都市を街の創建の都市とみなしている。1851年には、モスクワとサンクトペテルブルクの2大都市を結ぶ、モスクワサンクトペテルブルク鉄道がオクロフカを通り開通し、それ以来鉄道の駅を中心に発展した。都市型集落になったのは1928年で、1965年1月12日には隣接する。 パラヒノポドゥビエの町を併合し、市の地位を与えられた。町の大きな企業は1896年に創業した製紙工場および電気ケーブル工場である。加えてミネラルウォーターを瓶詰めしている会社が2つある。25km 南東には1801年に建てられたゲオルギエフスカヤ聖堂がある。その近くで人類学者、 冒険家のニコライ・ニコライヴィチ・ミクルホマクライが生まれた。ありがとうございます。